すぐりあきえは、日本の元フィギュアスケート選手。ソルトレークシティオリンピック5位、トリノオリンピック4位、2003年 GP ファイナル優勝、2002年2003年世界選手権、連続3位、2006年世界選手権2位、4大陸選手権、優勝3回、全日本選手権、優勝5回など、千葉県千葉市生まれ、 神奈川県横浜市鶴見区育ち。聖戦小学校、聖戦女学院中学校、高等学校、早稲田大学教育学部卒業。父は元日本航空国再戦パイロット、母は元客室乗務員。妹は元プロスケーターのすぐりちか。3歳から5歳までをアメリカのアーラスカ州アンカレッジで過ごし、同地でスケートをはじめとする。 ウィンタースポーツに親しんだことが競技生活の原点となった。演技後のキスクライでは妹のすぐり地下に向かって、地下、I love you と呼びかける姿が見られる。表情の豊かさから表情の女優と称えられる。スケーティングは軽やかでスピード感に溢れており、アップライトスピンは世界一の回転速度と称えられる。ジャンプではルッツやフリップといった 統計のジャンプを得意とするが、ルッツは、踏切時に誤ったエッジで踏み切る、フルッツである。ループやサルコーのエッジ系ジャンプは苦手としている。体が硬く柔軟性が必要なビールマンスピンなどができないため、スピンのレベル取りに苦慮している。一学年年下で、長年のライバルでもあった、荒川静香とは、かつて、 遠征先で相部屋になっても口をきかないほどの中で、お互いに相手を理解しがたいと感じていたという。しかし、鳥のオリンピック直前の日本代表合宿では、すぐりが苦手とするスピンについて、荒川からアドバイスを受ける場面が見られ、メディアに和解が報じられた。2014年11月28日放送のアウト、デラックスで男性との交際経験はあるものの、 あんまりジェンダーにはこだわってなくて、なんでみんな男女にこだわるのかなと同性も恋愛対象となることを打ち明けた。また2016年6月2日放送の同番組ではレズビアンバーを訪問し、ボーイッシュな女性が好みであると明かした。2016年7月14日放送の同番組では3人の女性と公開見合いをし、 レズビアンの女性 DJ をパートナーとして選出した。6歳でスケートを始める。小学6年生で全日本ジュニア選手権に初、出場、19位となる。1994年には、中学1年生でガルデナスプリング杯で、国際大会デビューし、7位となる。1995から1996シーズン、中学3年生で全日本ジュニア選手権4度目の、 出場にして2となり初の表彰台に上がる。続く世界ジュニア選手権でも初出場ながら4位に入賞した。翌1996から1997シーズンの両大会でも同成績。全日本選手権では2度目の出場の高校1年生で全日本女王に輝いた。しかし自身初出場の世界選手権では SP でのジャンプミスが響いて、 総合18位に終わり、長野オリンピックの日本女子シングル代表枠は最小の一名のみとなった。1997から1998シーズン ISU グランプリシリーズの NHK 杯では日本女子最高の5位に入る。しかし、全日本選手権でショートプログラムは首位発進だったが、フリースケーティングでの点灯失敗が響き、優勝した荒川静香に敗れて、 総合2位に終わり、長野オリンピックと世界選手権の代表選出を逃した。全日本選手権の直前には、左座骨を打撲していた。1998から1999、シーズンは NHK 杯にて、自身初の表彰台となる3位に入り、グランプリファイナルに初進出して、総合5位。全日本選手権では再び、 荒川静かに敗れて2年連続の2位だったが、冬季アジア大会では3位入賞と検討、4大陸選手権では日本女子最高の5位に入る。2年ぶりの世界選手権代表に選出されたものの、ジャンプが決まらず、総合20位と惨敗に終わった。1999年4月、早稲田大学教育学部社会科社会科学専修に進学し、佐藤忍に指示する。 1999から2000シーズンは全日本選手権で3位に入り、4大陸選手権では再び日本女子最高の4位となる。しかし、世界選手権代表は4大陸選手権で恋ながらもフリーの内容を評価された田吉恵が選出された。2000から2001シーズンの全日本選手権で3期ぶり2度目の優勝を果たす。4大陸選手権では、 初優勝を果たした。2期ぶりに出場した世界選手権では自身初入賞となる総合7位に入り、ソルトレーク式オリンピックの日本女子シングル代表枠は2名となった。ソルトレーク式オリンピックが開催される2001から2002シーズン、日本の女子シングル代表枠は2つあった。うち1つは、日本人選手で唯一 GP ファイナルに進出した、田吉江に内定。 残り1枠をかけて、荒川静香と争う形となった全日本選手権で優勝し、念願のオリンピック初出場を決めた。迎えたソルトレークシティオリンピック本番、SP では滑走順が早かったこともあり7位とややで遅れるが、フリーではループジャンプがダブルに後半のトリプルルッツが両足着氷となった以外はほぼノーミスの演技で、 最終的には5位入賞と検討した。世界選手権では出場4回目にして総合3位となり銅メダルを獲得、初めて表彰台に上がった。2002から2003シーズンは全日本選手権、4大陸選手権で優勝したほか、出場した多くの競技会で表彰台に立ち、世界選手権では2大会連続で総合3位に入賞。 2個目の銅メダルを獲得した。2003から2004シーズン NHK 杯で GP シリーズ初優勝を遂げ、GP ファイナルでは3度目の出場にして日本人選手初制覇の快挙を達成。さらにフリースケーティングトータルスコアでも自己最高得点をマークした。しかし全日本選手権では2位、世界選手権でも総合7位入賞に止まった。 2004年4月に大ナシィと所属契約を結ぶ。5月からシカゴに練習拠点を移し、オレグはシリエフをコーチに迎えたが、指導が十分に受けられなかったため、12月からは、再び、新横浜プリンスホテルスケートセンターで、佐藤忍の指導を受けることになった。2004から2005シーズン、4大陸選手権で3度目の優勝を果たした。 世界選手権では SP で転倒がありで遅れたが、フリーで追い上げて、日本女子最高の総合5位に入り、トリノオリンピックの日本女子シングル代表枠を、最大の3名獲得に貢献した。2005から2006シーズン開幕前の2005年6月、ダイナシティが不祥事を起こしたため所属契約を解除し、同年10月にエーベックスエンタテインメントへ移った。 9月に以前から痛めていた右股関節の故障が悪化。スケートカナダではフリーでジャンプが全く飛べず、鳥のオリンピック代表入りは絶望的と思われた。しかし NHK 杯ではフリー1位、総合2位と復活の兆しを見せた。そして五輪最終戦公開の全日本選手権ではミスのない演技でフリー1位となり、3年ぶり5度目の優勝を果たし、 先行ポイント再開から大逆転で、鳥のオリンピック出場を決めた。鳥のオリンピック、日本選手団では副賞に任命された。鳥の五輪本番では SP でほぼ完璧な内容で4位、発進フリーでは、フリップジャンプからのコンボが2回転となる以外は、ノーミスの演技を披露したが、スピン、ステップ、スパイラルで高いレベルが取れず、総合で4位入賞となり、 念願の五輪メダル獲得はならなかった。オリンピック後、トリノで五輪の魔法にかけられた。この氷の魔法はバンクーバーでしか溶けないと現役続行の決意を述べた。世界選手権は優勝したキミー・マイズナーには届かなかったが、SP で自己最高点を更新するなど、総合2位、銀メダル獲得と地震道大会で最高成績を収めた。 2006から2007シーズンは東京で開催される世界選手権を見据え SP にボレロを使用。フリーは一大プロジェクトと銘打って女性ボーカルを楽器の一つとして取り入れた曲を使用した。ジャッジがボーカルを歌手と判断すれば規定により減点されるがシーズンを通して減点されることはなかった。しかし全日本選手権では4位となり、 世界選手権出場権を得られなかった。四大陸選手権では SP のジャンプで転倒して、臀部を強打し、首も鞭打ち状態となって、危険を余儀なくされた。2007年7月に佐藤コーチの元を離れ、練習拠点をモスクワに移し、コーチをアレクサンドル・ズーリンに変更。イゴール・パシケビッチの指導の下、ジャンプのテクニックを変えて2007から2008シーズンに、 臨んだしかし GP シリーズでは表彰台に立てず全日本選手権でも4位にとどまった4大陸選手権でもジャンプミスが続いて10位となり不審のままシーズンを終えた2008年7月にコーチをニコライ・モロゾフに変更し練習拠点も強化拠点のあるアメリカのニュージャージー州に移した GP シリーズで2戦続けて 表彰台に上る副調を見せ、全日本選手権では、SP では5位と出遅れるもフリーで首位に入り、3シーズンぶりの表彰台となる、総合2位となった。4大陸選手権では、シーズン最高得点をマークして6位に入賞した。3年ぶり、通算9回目の出場となった、世界選手権では練習中に負傷、痛み止めを飲んで出場し、総合8位に入った。 2009年、モロゾフにオリンピックのシーズンに日本人、女子二人は難しいと言われたためコーチの変更を決めた。8月、自らの課題をジャンプと設定し、アレクセイ・ミーシンにコーチを変更。練習拠点をロシアのサンクトペテルブルクに移したが、ミーシンコーチの多忙により10月にモスクワのイゴール・パシュケビッチの元に戻った。肋骨骨折の影響で夏前まで、 本格的な練習ができず、エントリーしていたネーベルホルンハイを欠場した。GP シリーズでは、表彰台に立てず、全日本選手権では7位にとどまり、バンクーバーオリンピック、世界選手権、4大陸選手権のいずれの代表にも選出されなかった。2010年3月に会見を開き、新たなスポンサーを見つけることを前提に、現役続行を表明した。4月、 9年間マネジメント契約してきた AK グローバルエージェントを離れ、サニーサイドアップにスポーツマーケティング事業部の社員として入社した。所属を要進む道に決定し、ソチオリンピック出場を目標に頑張ると表明した。練習拠点を新横浜に戻し、佐藤のりに支持することになった。しかし、GP シリーズでは8位と9位、全日本選手権では 前年に続いて7位となり、世界選手権、4大陸選手権のいずれの代表にも選出されなかった。2011から2012シーズンは、全日本選手権予選を兼ねた東日本選手権で、トリプルジャンプを全く飛ぶことができず、12位に終わって、上位10人の予選通過を逃し、全日本の出場権を得られなかった。2012年3月で、 よう進む道とのスポンサー契約は終了し、所属をサニーサイドアップに変えた。2012から2013シーズンは、全日本選手権予選を兼ねた東日本選手権で11位に、終わって上位10人の予選通過を逃し、2年連続で全日本の出場権を得られなかった。2013から2014シーズンは、2013年6月にサニーサイドアップを退社し、 フェニックスに入社、7月に所属先をカッパに決定した。全日本選手権予選を兼ねた東日本選手権で11位に終わって上位5人の予選通過を逃し、3年連続で全日本の出場権を得られなかった。目標のソチオリンピックの出場権を逃したが、現役続行の意向を表明した。2014から2015シーズンは、 全日本選手権予選を兼ねた東日本選手権で8位に終わって上位5人の予選通過を逃し4年連続で全日本の出場権を得られなかった2014年11月13日引退会見を開き今後は振付師を目指すと発表したトリノオリンピック以降9年間女子シングル選手としては異例の33歳まで選手生活を続けたが バンクーバーオリンピック、ソチオリンピックともに代表にはなれず、目標としていた3度目のオリンピックに出場できない、まま現役を得ることとなった。2016年4月25日発売の週刊ポスト、2016年12月19日発売の週刊現代、2017年1月27日発売の雑誌フライデーに袋閉じでヌードグラビアが掲載された。 2017年2月15日にヌード写真集、月光が発売された。ヌード写真集発表の際には、脱ぐことに抵抗はない、スケートも衣装1枚なのであまり変わらないと述べた。最近は短編動画アプリの TikTok にハマっている様子で、音楽に合わせて口パクする動画などを投稿している。ありがとうございます。